おはようございます。おはようございます。天魚バタです。同じく大島です。さあ今日はサワラ解禁なりました。はい、ちょっと数がね少ない。だいぶ去年よりは少ないかなっていう感じですね。ちょっと寂しいぐらい少ないねまあちょっと場内見ていきましょうか。さあ今年もね、サワラ担当の柴野さんにお話伺いたいと思います。おはようございます、柴野です。今年は入荷量はどうですか？そうですね、去年は多かった2400匹おりましたけど、はい、今さっき数えたら650匹ぐらいでね。あ、少ないですね。多かった4分の1の量ですかね。まだ取れてるとこと取れてないとこがあって、また全般的に取れるようになるんじゃないですかね。ああ、今日がたまたま少なかった、ちょっと少ないとこと当たりだったいうかな。サワラの大きさは、ああ大きさね、こう全体的に見てもらっても日本で4キロ5キロ大きいサイズが多いですね。ああ今年は全般的に。ちなみに、まあ、毎年みんなが気になってるのが今年は誰が一番やったんかなっていう。今年ですか。今年は7時40分に見ての通り和彦さんですね。あら、三浦健太さん。三浦健太2番手になりましたあら今年になってちょっと番狂わせが起きたんですか。そうですね今年はね、相場がなんぼつくのかわからないですけどね。そうですね、ちょっと量が減ってるもんでちょっとは単価が上がるかなって思いますね。さあ今年はなんぼで落ちるかな。うん、楽しみですよ。今日はおめでとうございます。はい、もう恒例のことなんで張り切って、買わせてもらいましたわ大体1本10万かな、これ1本が大体50万ぐらいになります。だからこれ日本で100万かまた本店の方で大盤振る舞いするんで今年もまあ漁師さんも喜ぶでしょ今年はなんかもうご祝儀相場を狙って、急いで持ってきたやつおったらしくて、来年から奪い合いになるね、これで。魚がね、こう増えたらね、いいけど、減るばっかりやから、そうですね。やっぱりちょっと景気づけにね、ちょっと漁師を聞いてもらわんと、僕らはもう大変になるんで、そういう意味で、まあ、ちょっと頑張って、つけました。さあ、いかがだったでしょうか。キロ10万円。はい。これが100万ってことですよ。そうそうそう、 9.9 キロやけんね。はい、100万か、1本およそ50万。はい、一切れいくらかなと思いながらほんまね、すごいね、はい、いやちょっと言葉が出ないですね。はい、緊張するぞ。本当ですね。100万の重みが持ってみる絶対に嫌だ車1台買えるんでではまた、次の動画でお会いしましょう。はい、またね。バイバイ。